あれこれトイックじゃないですって言われて初めて見たわ。そんなとこに問題を置くやついる？トイックマニアからすればとんでもないことが起こってました。これね絶対やっちゃいけない。アナウンスで出てっちゃダメですって。始まりました。本日チャンネルです。今回はですね、はい、そうですね、再び昨日に引き続き、名古屋からお届けいたします。今回ね、名古屋事件したわけですが、どんなね、事件があったのか、そうです。毎度のことながらね、まあ面白いことがね、あったんで、まあ、ね、今までね、やってたのともう全然チャンネルの規模も違うので、そう、僕がね、こういう風にトイックがあったら、毎回その時のね、感想をすぐに出して、その次の日に、こうやって事件がこんなありましたっていうのをね、話すんですけども、もうだって昨日、なんかもうなんでこんな時間に動画出してんですかとかね、はあ、やっぱ知らない人もいっぱいいるんだなと思ったんで、でそうそう、次の日はいつもねこういう事件について話すわけですが、今回のもですね、おそらく部屋にいた人はトイックマニアじゃないと気がつかないんですが、トイックマニアからすればとんでもないことが起こってました。なんかまあ同じ部屋でしたみたいなねコメントも来てたんですけど、本当に同じ部屋だったらですね、あれすごいことが起こったんですよ。今まで一度も見たことのないね状況が起こったんですよ。でそれは一体何だったのかっていうのは後々話していきますが、そうですね、まずそう、初めてね新幹線でトイック受けに来ましたよ。で新幹線の時間間違ってさ、10時東京発だと思ったら10時20分東京発だったんでね、だいぶ東京駅早く着いちゃって何もすることなくてどうしようかと思いましたけど、まあ動画編集してました。で新幹線乗って、せっかくだからまあこれからトイックに触れて英語に触れるわけだからって言って、ジェイミー、イギリス人講師のね、ジェイミーの動画を編集してました。でトイックのリスニングに比べてはるかに彼の英語の方が難しいですから、聞き取るのね。でそれを編集しながら来て、で結構ギリギリなんだよね、もう12時ぐらいで到着して、名古屋駅、ホテル、愛知大学みたいな感じだったんで、これだったらホテル寄れるかなと思ってね、寄ってから行ったんですけど、いやでも結構こうね、信号待たされるね、名古屋の駅近くは。いっぱい止まって、あ、やばいな、どんどんこれ時間やばくなってきたぞと思いながら。ですけど、まあね、チェックインして、チェックインして、そうそう、この部屋ほら、見て、909号室ですから、990点取らなきゃみたいなね、ちょっと思ったんですけど。で、行ったわけですね。結構ギリギリだ。ホテルから見たら、結構人歩いてて、あ、これトイックに向かう人たちだなと思ったんですけど、着いた時に12時半だったから、もうギリギリ。やばかったね。9階だったんですけど、そうそう、エレベーター使えないから、とにかく密な状態作っちゃいけないから、入る時もこの間隔開けて入ってったんだと思います。あの僕はもう本当に最後の方だったんで、全然後ろに人がいなかったんで、そのままスーッと行けましたけど、ね、なんかサーモグラフィーみたいなのでね、こうちゃんと温度チェックして入ってったよね。そう、写真もそう東京で撮って切ってなかったんですよ。そうそうそう、写真も鉛筆もね、もう当日にやってますから、あ、切らなきゃいけない写真って言って、4階ぐらいのところにそのハサミとノリが置いてあるとこがあったから、あ、これでカットしていいんですかって言ったら、で何とか何とかって言ってるんですよ。このフェイスシートしてるから何言ってか全然聞こえないんですけど、えって言ったら、あれこれトイックじゃないですって言われて、なんとかかんとかのご受験の方ですかって言われて、え、違います、あ、ここトイックじゃないんだって言って、で、ね、9階まで上がって。で、9階で、そのチェックの前に、こう写真ね、こう切ってやったんですけど、そしたらさ、このまあ、このチェックする人で、ハサミ、ノリがあって、問題が置いてあるの、そこに。初めて見たわ。そんなとこに問題を置くやついる？と思って。問題がこう机に載ってんの。え、この人大丈夫かなと思ったらね、案の定この人がすごい人でした。同じ部屋だったとしたら、あのおばちゃんは相当すごいというか、相当やばいことしてる。おじさんの方はね、二人いたんだけど、おじさんおばさんいて、おじさんの方は結構ベテランなんだと思う。喋ってる内容とかでわかるんだよね。問題配った時とかに、その問題のね、右上に名前ちゃんと書いてくださいってね、言って、ここ本当に書き忘れる人が多いので、このタイミングで書いておきましょうとかって、いやいや、このタイミングで書いておきましょうじゃなくて、このタイミングで書かなきゃダメなんだよと思ったけど、それやったおかげで本当周りの人いっぱい書き出したんで、あ、よかったなと思って、これ本当に書かなかったらね、退出遅れますからね。これでさ、もう大教室とかめちゃくちゃ待つことになるもんね。そんな感じで男の人は結構よくわかってる。で、おばちゃんがね、全然わかってないのも、本人チェック
ってて、ここで免許証とか学生証とかでさ、こうチェックしたりするわけですけど、人をね。その時に、受験票をね、回収しなきゃいけないんですよ。で、そのおばちゃんね、回収を忘れてて、ね、ただただチェックしてたの。ああ、やっちゃってんな、この人と思いながらね、見てたんですけど、今回はね、チェック自体どうなのって思ったけどね、みんなマスクしたままじゃん。いつもはマスク外してくださいって言われるのに、今回みんなマスクしたままでチェックして、これ意味あんのかなとか思いましたけど、で、おばちゃんがね、途中で気づくの。おじさんが回収してるから。って言ってですね、で途中から回収をし始める。大教室戻ってですね、で問題配るのもね、わかるんだよ。もうこれは全然やったことないんだなっていうのが分かって、問題ってその列にね何人いるかっていうのに合わせて束普通持っていくの。それ全く数えずに適当に問題の束を持っておばちゃん配り出しちゃったから、どうなるか分かるんです。列のね途中でなくなるの。そしたらまた教室のね、大教室の前まで戻って、何部か適当に持って、で、配っていく。そうするとまた、大教室の途中で束がなくなって、でまた前に戻ってっていうのね、それを繰り返してる。あらららららと思いながらね、学べーと思いながら。で、当然これも回収の時にも同じようなミスが起こるだろうなと思ってたら、まあ、案の定起こったわけですけど、で、試験開始前に、ちょっとトイレ行きたいですみたいなのがね、一人いて出てって、まあ、そうすると、やっぱ何人も行きたいですって言って出ていくんだけど、一応ね、その12時35分、以降は行っちゃいけないんだけど、トイレは。でもまあ試験開始前行ってもギリギリ OK みたいなルールがね実はあって、それで行ってて、で一人女の人がずっとねこうやってあげてんの。もうかわいそうだなと思って、全く気づかないの二人とも。もうさあーかわいそうと思って、途中でもうなんかもう見てられなくなっちゃってさ、こうやって何度も手あげてんのに全く気づかない。おじちゃんがそこのところに歩いてきた時に初めてね、やったんですけど、手めっちゃ上げてたのに、と思いながら、かわいそう。嫌な予感しかしないなーって思って。で、まあ、試験が開始されたと。ちょっとね、音声、大教室でこうね、スピーカーが5つもあるから、ちょっと音がこうね、ずれるんだよね。だから、こう、ずれて2つの音が、前の2つの音と後ろの2つの音が、ちょっとずれるのね。だから、ああ、聞きづらいなと思ったけど、まあ、試験自体はできました。で、試験終わって、回収するときに、そうなんですよ、ここなんですよ。これが大事件なんですけど、多分、トイックマニアじゃないとわかんないですけど、おじさんがね、トイレ行きたいって出てったんですよ。これね、絶対やっちゃいけない。トイックって、問題回収のときにトイレに行っちゃダメ、外に出ちゃダメなんですよ。これ、もう超タブーです。でも、おばちゃん行かせちゃったんで、ということはですね、模倣犯じゃねえ、模倣犯じゃなくて、続く人が出てくるんですよ。それで、2人、3人ってこうやって出てっちゃったんですよ。いや、こう、外にさ、スタッフ立ってたから、言わないのかなと思ったんだけど、で、だから、おばちゃん担当側が何人も出てっちゃって、おじちゃん担当側の方は誰も出てってなかったから、やっぱ。で、おじさんが途中でアナウンスで、出てっちゃダメですって言ってね、出ていかないでくださいっていう風にしたんですよね。めちゃくちゃなことになっちゃってて。で、おばちゃんのね、回収が案の定めちゃめちゃ遅くて、途中でおじさんが、自分の担当箇所を終えたおじさんがバン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 回収しましたけど、いや、あれはね、ダメなんですよ。一回もうめちゃめちゃトイレ行きたくて、もううわーってなった時にもうダメですって言われたことあるんで、自分自身。そう、回収が終わって数が確認できるまでは絶対に出ちゃいけないんですよ。だから、昔自分は必ずその回収が始まる前に、そのテスト終了の10分前とかによくトイレ行ってました。で、その回収の時にめちゃめちゃ待たされてトイレ行けないのが辛いからだったんですけど、回収時にだからあんなに人が出ていくっていうね、状況を初めて見ましたよ。あれはすごいレアな映像なんですよ。で、まあ当然のことながら、そう、密になっちゃいけないから、時間差体質をやりますって言って、ああ、来た時間差体質って思って。回ごとにやったのがどうだったのかちょっとわかんないですけど、901だったんですけど、902が退出してからですってなって、うわーめんどくさいなって思ったけど、そんなに待たなかったね。東京だとさ、めっちゃくちゃでかい部屋で時間差退出やるからさ、まあ今はもうそんなに人入れられないだろうけど、その時の時間差退出とか普通に20分とか待つからさ。で、20分待って、今度はその部屋の中で時間差退出が行われるから、一番最後のとこだと30分以上ね、退出できないんですよ。で、それがあるから、まあ覚悟してたから、それに比べればだいぶ早く終わったんで、スッて出れてよかったですね。で、戻ってきてね、そうそう、ここで撮影して、さあ撮影だって思ったら、このカメラ繋ぐ部分がねえ、みたいなね、これ何のために三脚持ってきたんだとかさ。で、ネットも、ダウンロード側、下り側はめちゃめちゃ早いんだけど、上り側が遅くて、これ配信スピード大丈夫かなってすごい心配してるんですけど、配信できっかな。いや、YouTube の動画上げるのすごい遅かった。だから、上りが遅いから配信うまくいくか超心配ですけどね。それで、だから、あ、
LAN ケーブル置いてあったから、じゃあこれ繋ぐやつこれ買ってこようと思って、すぐそこにあるラビって言って買ってきたら繋がんない。これやっても全然ネット入りません。果たしてうまくできるのか心配です。まあそれもこの動画が出てる頃にはもう配信終わってるから分かることなんですけども、はい、そんな感じでやりました。いやまあすごい光景だったな。あんな光景を見れる日が来るとは思ってなかったです。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.